おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマにいい勉強を進めています。今はチャット GPT じゃない、VR チャットですよね。同じチャットなので間違っちゃうんですけど、VR チャットで、アバターを作っていて、メタクエストで見えるアバターにしようと。PC 用の、クエストじゃない、アバターは、割と簡単に、なんていうんですかね、ブログかなんかを追っかけていって、できたんですが、それを Android バージョンでコンパイルしたら見えるかなと思ったら、そんな単純じゃないということで、前回シェダーを入れ替えるというのをして、で今日はそれを昨日公開までしたので、ミラーリングして動作確認をしようと思います。じゃあちょっとこのミラーリング開始ですよね。これをログインをして、このメタクエスト用のアカウントですね、私のアカウントで、これでログインするとこの状態になるので、あとはヘッドセットでミラーリングの設定を始めて、うまくつながるとここに画面が出てきます。ちょっと時間がかかるのでここで一旦止めますね。はい、ミラーリングが開始されました。あれ、また切れた。はい、動いてますね。でこれでVR チャット、これですね。これを動かして、今日もちょっと撮影あまり時間がないので、うまくいかなかったら、ここでごめんなさいになっちゃうと思います。で、VR チャットが起動して、音鳴らないですね。鳴りました。で、これで、動き出して、そうですね、見えてきて、で、Go を押して、で、これでまあ、ワールド入っていくんですね。早送りとか、普通の他の YouTuber さん見てると、こういうところは早送りするんですけど、すいません、ちょっと皆さんの方で先に送っていただいて、動画編集なかなか撮りっぱなしにしているので、はい、ここでメニューを呼び出して、すいませんこれじゃないと、メニューを呼び出して、アバターのダウンロードをしますと、コントローラーを押して、でも手がエラーの画面になっているのでダメかもしれませんね。今これエラー君の絵ですね。お腹にエラーって出てるので。で、これで、アバターでいくつかあるんですけど、アップローディット、ダーフォークエスト、これですかね。なんかここには絵が出てますね。これでチェンジ、なんかここには回ってます。でこれで鏡に映れば正解なんですね。お、映ってるかな。お、なんか座ってるのか。これ再開、メニューを出して、これですね。どっちが立っているのかわからないですけど、こっちが立っていて、こっちが座っている。うん、一応なんか動いてるみたいですね。魚のアバターなので、立っている状態は泳いでるような格好になってるんですかね。で手は一応連動して動いているようです。でも自分自身の手が見えない。鏡には映っているんだけど、鏡には映るけど実体はないのか、もしかしてどんな風に見えているのか、なんか不完全。普通こうやると手が映り込むと思うんですけど、なんか
上の方に手がある。この辺に手がある。こうやって手がなんか動き方が変ですよね。頭の動きに合わせて体が動く。で、ミラーに動いていて、手は一応コントローラーに反応しているようなんですが、自分自身で自分の手が見えないというふうな現象です。ちょっとこのクエスト用のアバターの作り方は、ちょっと専用のブログかなんか読んでやった方が良さそうですね。なんか見よう見まねでやると、ちょっとうまくいっていないという感じです。半分ぐらいはできてる気がするんですが、手の角度とかそのあたりがおかしいですよね。なんかこんな他の方で、自分自身の体が自分で見えないというのもちょっと困った気がします。はい、ということで、はい、皆さんにも様子映ってますかね。ということで、はい、じゃあミラーリングを切って、今日はこの辺りにさせていただこうと思います。ミラーリングを止めます。はい、ということでミラーリングが終わって、今日はちょっと短めですが、なんか鏡には映ってるんだけど、自分で自分の手足が見えないっていうのは不安だし、手の動きもなんかこんな手になっていて、こう自分自身はこう下に下げてるつもりなんですけど、あと前かがみになってるのか泳いでるのか、姿勢がなんか崩れたりもしているので、ちょっと明日もう一度新たなブログをちょっと調べてみて、以前は PC 版をクエスト版に落とすっていうアプローチをしましたが、そもそもクエスト版のアバターを作るっていうようなサイトを見つけて、来週、クエスト用のアバターをもう一度チャレンジかなと思っています。なんか簡単に考えてたんですけど、結構いろんな制約がクエスト用にはあって、アバターを作る、ワールドもそうなんでしょうけど、それぞれ気を使うところが多いっていうのが、クエスト版のところ、特徴っていうか難しいところなのかもしれません。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバース、月火水はマイクロビットをテーマに、私自身が勉強している様子を動画に撮って配信しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。